はい、どうも、沢です。リフトボールドリームチームやっていきたいと思います。皆さんはレベル上げどうでしょうか？なかなかね、レベルの経験値がね、そんなにたまらないっていうのもあって、アイテムを使ったりしてると思うんですけども、今回はアイテムを使わずに効率よく、で、前回のアップデートからより良いやり方ができるようになったので、今回それを紹介して、完全版として紹介していきたいと思います。結構ね、見てもらえれば、山見も最近全部上がったし、割とレベル間の選手が多くなったかなと思うんですけども、僕なんかね、ちょっと育成に失敗したりもしてるんで、2人目を作ったりもしています。はい、では早速紹介していきましょう。では今回はAI を相手にしていくので、必ず AI のところを選んでください。ゲームレベルはビギナーで設定しています。ゲームプランを覗いてみて、監督の戦術ですね、これも皆さんも知ってると思うんですけど、今はこのガスペリーニさんがフォワードが 300% 増加っていうところなので、こういった監督の育成タイプっていうのを見ながらスタメンで出ている人、東口はキーパーはね、ボーナスもらえないので常にちまちま上げてるんですけども、その他の選手はフォワードの選手、前の選手を入れてます。サブメンバーに交代で3人変えるので、レベルを上げる選手を入れてます。ミッドフィルダーの育成のタイプだったり、ディフェンダーの育成のタイプもありますので、これを入れ替えてやっていくっていう感じですね。でもここはね、もう皆さんも普通に知ってると思うので、早速試合の方にしていきましょう。試合が始まったところで、罰を長押ししてキーパーに返すと。はい、でこれでとりあえず、ハーフタイムまでやっていきます。で、余裕があれば序盤で選手交代を早めに入れておきましょう。自分の場合はこの3選手ですね、入れ替えてハーフタイムまで待機します。結構ね、交代するの忘れがちになるので、覚えているうちにやっておきましょう。はい、じゃあ前半が終わったので、このタイミングで選手交代してもいいですし、忘れないうちにね、やっておきましょう。はい、じゃあ後半は相手のボール、これ前半後半変わったりするんですけど、相手のボールから始まるので、しっかりと自分のボールにして、で特にこうサイドに振っておくとボール取りに来ることないので、このまま放置します。はい、ということでここで試合が終わって、で基本 300% で280の経験値が、交代で入ったパトリック、宇佐美、レアペは120っていうところで、ボーナスが入っております。東口はね、対象外ということで、基本70しかもらえません。はい、で、ここまではもう皆さんが知ってる通り、みんなやってることなんですけども、今回アップデートがされてできることは2つ。1つが、地味に嬉しいのが、チームのところでゲームプランリストっていうのが出てきたので、これでいちいち本命のチームの編成と、こういったレベルを上げるためだけの編成と切り替えが簡単になったので、これは地味に嬉しいですね。いちいち変えるのすごくめんどくさかったので、これがすごいいいポイントだったっていうのと、ここからが、本題、裏技になります。裏技っていうくらいなので、普通の人はしません。なので、どうしても早くレベルを上げたいっていう人だけやってください。で、今回はリモートプレイ、これ皆さんやってるとは思うんですけど、リモートプレイをするにあたって、この PS5、PS4 の設定のところからリモートプレイをオンにしていただいて、はい、では今リモートプレイの画面なんですけども、今までだとリモートプレイの画面を切るとこんな感じでポーズになってしまって試合が止まっちゃうんですよね。で、今回のアップデートで、その仕様がなくなってこのように進行することが可能になったので、だいたい4分後くらいに、もう一度リモートプレイをつなげてみるとハーフタイムになってるかなっていう感じです。で、また同じように後半もね、進めていただいて、また4分後に接続すると後半も終わってるというような状態を作れるので、出先でね、リモートプレイすることが多いと思うので、
まあ、こういった時にモバイル通信使うと思うので Wi-Fi があればそれでいいんですけど、まあ、なかなかねある環境って少ないと思うので、まあ、こういったところでモバイル通信のデータを節約しながら出先でもちまちま上げることができるので、ぜひやりたい人はやっていただいてもいいかなと思います。多分普通の人はしないと思うんですけど、まあ、どうしてもね早くレベルを上げたいっていう方は一日中自宅で PS5、PS4接続電源入れっぱなしで日中も稼働してもらえばいいかなと思います。まあ、こんなところでね、今回完全版でレベル上げの仕方、まあ、これが一番今のところ効率がいいかなと思っていますので、また何か新しい情報とかもっといい効率のやり方があれば共有していただけたらなと思いますので、コメントもお待ちしております。では終わりにしていきます。ご視聴ありがとうございました。